シャーデン・フロイでこの他人の失敗を喜ぶ感情というのを説明する前にですね、えー、ちょっと面白い実験の話をしたいと思います。えー、ジョージア州エモリー大学でですね、行われたですね、ノーフェア不公平実験。 このエモリー大学はですね、霊長類のです、ね、研究で有名でですね、あの、オマキザルっていうですね、猿の仲間で、まあ、人間にすごく近いですね、社会性というかグループを作ってる生物なんですね。で、これのですね、えー、実験自体がすごく壮大です。で、どんなのかというとですね、猿にですね、貨幣を与えたんですね、猿の社会に。 はい。これはあの、銀色の板。手、人間が手の上に乗っている銀色の板がアルミニウムでできたですね、トークンと呼ばれるですね、貨幣です。真ん中に穴が開いています。で、このアルミでできたトークンで、え、オナガザルが来た時にいろんな果物と交換してあげたんですね。そうすると、オナガザルはあっという間にその貨幣という概念を理解してですね、最初、トークン1枚でリンゴ1切れ、ブドウ 1, あの1粒というふうな交換率でやってたんですけども、 時間を決めて、バーゲンセールっていうのをやったんですね。つまり、トークン1枚で、リンゴが2切れもらえるというふうなことを始めたら、あっという間にですね、オナザルはそのリンゴを配るところに列をなしてですね、<laughs> 群れをなして、リンゴばっかり欲しがると。で、トークンの交換率が違うことによって、損得感情というのが分かってくると。というような形で、だんだん、だんだんレベルを上げていきました。で、サルはですね、貨幣の価値、意味を理解してですね、ついにビジネスまで始めました。研究者がですね、驚いたことに、 オスの猿がですね、メスの猿に交尾しようとして近づくと、メスの猿はそれを拒否して、オスの猿が持っているトークンを見たんですね。そうすると、オスの猿は、メス猿にトークンを渡して、セックスさせてもらうってですね、やはり人類最古のビジネスは売春であったというのをですね、すごいですね、あのー、まあ、実験したんですよ。で、メス猿はそのトークンを受け取ると、すぐにブドウを購入し、そのブドウの列に並んだそうなんですけども、で、あとですね、 そのキュウリも出してたんですよ。で、そのスライスしたキュウリのですね、ちょっとアルミっぽい色に光って見えるので,ですね、一生懸命噛んで真ん中に穴を開けて偽造貨幣を作ろうとする猿も現れたということで,ですね。偽金作りまで始まってしまったというですね。このオナガザルの実験によってこれまで、これは人類特有だと思われたような行為っていうのは、そのオナガザルの社会でもあっという間に入る。 ただし、これをやってしまうと、オナガザルの社会は、すごい勢いで崩壊したそうです。つまり、野生のオナガザルの社会性という,うなものが、この貨幣という概念が一つ入ったことで、崩れていって、で、オスとメスとが、あの、お互いに、えー、交尾相手を見つけるのもうまくいかなくなって、社会性というのは崩壊していったというですね。なかなか面白いことが言われてます。で、 今回話すのはですね、その中でのノーフェア不公平実験というやつです。えー、これは、です、このお巻猿ですね。尾がこうくるっと巻いてる猿だからお巻猿。お巻猿のですね、これをですね、2匹で1組のペアに組ませるんですね。で、2匹ので1組のペアにやって、この2匹で1組のペアの1匹ずつに違う条件を与えると。例えば、えー、両方にですね、キュウリを与えると。トークン1枚を持ってくると、そのためにキュウリを与えると。 そうすると、おまきざるは喜んでキュウリを食べる。キュウリも、あの、まあ、好物というわけではないですけど、おやつとして美味しいから、キュウリパク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 ってあるんですよ。でも、もっと好きなのがあって、一番好きなのはブドウなんですね。で、またトーク持ってきた時に、この2匹のワンカップルのですね、おまきざるに、ブドウ一つずつ食べる。喜んで食べる。さあ、ここからが実験です。では、一方にだけブドウを与えて、もう一方にキュウリを与えるとどうなるのか。えー おまきざるはですね、ぶどうをもらった方は喜んで食べるんですけども、キュウリをもらったおまきざるはですね、すごく不思議そうな顔をするんですね。で、もう一回その人間の方にですね、手を出して、俺にもぶどうをくれっていうふうに言うんですよ。で、もらえないと。そうするとどん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 ストレスが溜まってきてですね、何かこう不思議な行動を始めるんですね。で、それを何回も何回も続けるんですよ。一日に何回か、おまきざるにはトークンが与えられる。 そのトークンですね、貨幣を持って交換に行くと、自分とペアのやつはいつもブドウがもらえて、自分はいつもキュウリしかもらえない。ついにストレスが溜まったですね、えー、おまきはですね、キュウリの受け取りを拒否するんですね。不思議なんですよ。両方ともキュウリもらった時は喜んでキュウリ食べてる。だからキュウリが嫌いなわけじゃないんですよ。そうじゃなくて自分だけがキュウリがもらえないということで,ですね。怒って人間の顔にですね、キュウリを叩きつけたんですね。そうやってもう、キュウリなんかいらねえよとか。 俺公平に扱ってくれないんだったらこんなキュウリなんかいらないよっていうふうにすごい人間っぽいことを始めてしまう。これによって霊長類猿にも公平という概念、次に公平が破られた時の怒りみたいなものがあるっていうのが分かった。これがですね、ノーフェア実験です。えー、シャーデン・フロイデの概念を説明する前の、まあ、すごく大きい実験ですね。で、 まるで人間みたいなんですけども、猿と人とはやはり違うんですね。何が違うのかというと、二つ違います。一つ、猿は目の前の結果だけで起こるんですよ。で、二つ目、猿は、えー、自分がですね、その、損をしたことに起こるんですけども、得をしたものが罰せられても別に起こらない。これが違うんですね。一、えー、つずつ説明します。一つ目のですね、猿は目の前の結果で起こる。 これ不公平実験で分かったんですけども、ええー、僕らですね、人間っていうのはですね、この、おまけ猿の実験は目の前の相手がブドウをもらって自分が、あの、キュウリをもらったから起こったんですけども、これが何十匹という猿の中で、あるものはブドウをもらって、あるものはキュウリをもらってだったら、ここまで極端な反応は出なかったんですね。それはどういうことかっていうと、みんなっていう概念がないんです。 マギザルには、みんなという概念がなくて、目の前の結果だけ、だからペアを組まされたんですね。比較がはっきりわかるようにですね。で、なんでかっていうと、これあの、まあ、あの、サピエンス前史のところで話しすつもりだったんですけども、ホモ・サピエンスの進化というのはいつ頃にあったのかっていうと、その人猿種ですね。人間の元になっ というかそいたわけなんですけどそいつらはですね、まあ100万年以上前に生まれたんですけども、そいつらがホモサピエンス種として固定して、言語を持って僕らみたいなものになったのって、割と新しくて、まあ大体10万年いかないぐらい、7万年から8万年ぐらい前の昔というふうに言われて、それの結果は何かっていうと、なんかね、抽象概念の共有というのを始めた。例えば、国家であったり、 俺たちっていう言い方でもそうですし、えうちの学校でも何でもいいですし、日本人でもいいです。そういうですね、抽象概念の共有というのを始めたのが、ほんの7万年前で、こっからものすごい勢いで他の生物を駆逐し出したんですね。つまりこれがホモサピエンスの誕生きっかけというふうに言っていいと。僕らが思っているより、歴史はですよ思い切り浅いんですよ。で、民族とか神様というようなですね、そのものを作ることによってですね、 えっと、会ったことのないような群れでも自分たちだというふうに同一視できる。どういうことかっていうと、例えばネアンデルタル人とかですね、そういうですね、他の人類っていうのは、一つの群れの人数の上限が 100,、まあ、100人だか150人ぐらいなんですね。それ以上の数になってくると、我々っていうふうに共有できない。ところが、ホモサピエンスに限ってはもっと大きい人数、200人、300人、400人というですね、いわゆる なんだろう、覚えきれない顔の数の人数でもですね、我々というふうに考えることができると。なので、例えば、遠く離れた群れ同士でも物を交換できたりですね、国家というすごいでかい集団を作ったりですね、100人以上を使った狩りとかができるんですね。なので、 なんだろう、他の生物に対してですね、すごい有利な位置に立てたというふうに言われるですね。チームのために死ねるとかですね、民主主義のために死ねる、正義のために死ねるとか、こういう活動ができるようになった。これがホモサピエンスの強さなんですね。で、その代償として、いいことがあれば悪いことがあるんですけども、えー、悪いことももちろんあって、その代わりにですね、みんなっていう概念が分かってしまったら、 じゃあ、みんなと比べてっていうのが分かっちゃったんです。さっきのおキザ猿の実験は、目の前のやつには、ぶどうもらってるのに、俺はキュウリっていうふうに、しか悩まないんですね。メスの取り合いしてるときに、目の前の猿に負けて、俺はこのメス猿から振られた。これは分かるんですけども、みんな、そこそこ、 彼女いるのに、彼女ザルいるのに、俺この歳になっても彼女ザルいないなんてっていう、こんな悩みを、おなあの、まきザルは持たないんですね。みんなっていう抽象概念がないからなんですよ。男ってっていう抽象概念もないから。なので、こういうですね、あの、振動さみたいなのは持たないんですね。平均というのを考えてしまうようになって人類は。で、同時にですね、平均より上でないと、なんか辛い感じがしちゃうと。 だから、これはなんかほとんどの答えが苦しむことになるんですね。人類は、そのみんなという概念があって、で、俺たちとかグループとか仲間っていうのが分かったんですけども、それのおかげで自分は仲間の中でどの辺にいるのかっていうようなことで、平均以上じゃなきゃ苦しいから、大半の人は苦しむことになってしまった。こういう代償を受け取ってしまった。これが一つ目の猿と人との差です。で、二つ目ですね。オマキザルはですね、得をしたもの、 ずるいものって言ってもいいです。がですね、罰せられても別に喜ばない。シャーデン・フロイドがわからないわけですね。あくまで自分が損音したことだけに起こるんですよ。で、えー、この得をしたもの、なんかそれが不当に、なんか不公平に得をした感じがするというものに対して、そいつが罰を受けたら喜ぶ。これが今回のテーマ、シャーデン・フロイデです。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ではではよろしく